あっちー、まだ登るのかよ柴崎。もうすぐだ、ブーブー言うんじゃない。こんな山奥に本当に旅館なんてあんのか。俺たちを誘拐するつもりじゃねえの。バカ言うんじゃない。お前たちみたいな汚い奴ら誰が誘拐するか。ひどいわひどいわ、私のパンツのどこが汚いのよ。そうよそうよ、シミがあった方が高く買ってくれるって言ったじゃない。それにしても宿泊費大丈夫なんでしょうね先生。心配するな、今年は部費が降りたんだ、バッチリ合宿できるぞ。と言ってる間に、あ、俺着いたぞ、あそこじゃ。お？うわあ、すごい！俺着いたぞ、あそこじゃ！あ、俺着いたぞ、あそこじゃ！あ、俺だ！残念ごらん！何遍やらせるつもりだ！調子に乗っちゃってもう！しかしすごいホテルだな。これでやっと本物の夏合宿ができるぞ。うん、去年は辛かったもんね。そうよ辛かったよな柴崎。言わないで、去年のことは言わないで。去年は部費がないことを言い訳に俺たちを強引にも野球部の合宿に放り込んでくれたもんな。1234 1234、ヒロイと選択の日々、人生最大の屈辱だった。おい、何してんのみんな。遅かったじゃねえかお前たち。いつの間に先回りしやがって。はあ、すっげえ。京子ちゃん一人にはもったいないよ。どうだ、素晴らしいホテルだろう。今年の先生は違うぞ。てめえにしちゃ上出来だぜ、女子用はな。女子用は嫌な予感。これが男子用、僕たちの泊まるところ。この差は一体どういうことなんだよ柴崎。以前はここが本館だったんだよ。本館なんかクソくらいだ。ちゃんと話通したのかよ。それがそのいろいろあってな。あーい、おおしばちゃん。お前は上原。しばちゃん、上原久しぶり。元気そうだね。君こそ。こちらは私の旧友で、この旅館のオーナーの上原さんだ。これからお世話になるからな。さあみんなご挨拶しなさい。ランダララ、ランダララ、ランダララ。ほら、上原で猿マッチすんな。それではオーナー殿に伺うが、何故我々にこのオンボロ旅館を与えてくれたのかな。何、取り壊す前にこの家でもう一稼ぎしようと思っただけよ。家には及ばん。卓球の施設は新館にあるから、思う存分練習してくれ。そりゃどうもありがとう。何サービスサービス。よし、文句言ってても始まらん。一風呂浴びる前に練習だ。ゆらっと。極楽極楽。ここで練習しろって言うのかよ。おい上原、これがお前の言ってた施設なのか。そうだよ、30分200円に負けとくよ。そりゃどうも。なんか変なとこへ来ちゃったかな。あれ、どこ行くのみんな。
風呂入って寝る。ちょっと待ちなさいよ、せっかく来たんだから。どれ、私も一風呂浴びてこよう。やっぱりろくな合宿じゃなかったな。こんな山ん中じゃゲームセンターもねえし、踏んだり蹴ったりだぜ。ああ、まったく。あー、いいお風呂だった。私はハネスですね。ゆうこったら、お尻誰かさんに噛まれてるし。嘘、まだ残ってる。あものは相談だが、ちーっと頼まれてほしいんだけどよ。いや、悔しい悔しい。いいかいいか。あの、皆さんお楽しみのところなんですが。あら、ごめんなさい、うるさかった。いえ、あの、本日は全日本卓球協会のインストラクターの方がお見えになっていますので、ご紹介いたします。嘘、すごい。ほんと、ジョニー前野さんとカプチーノ伊沢さんです。いらっしゃいませ、桃原女子短大の皆様。本日は私どもが素敵なおしゃべりと悩ましいフィンガーテックで皆様を卓球天国へと誘います。もちろん無料サービスだよね、ジョニー。 Sure, of course。 それでは早速、第1回二人回り卓球大会。若いおなごの肌。ちょっとあんたたち中学生でしょ。こんなことしていいの？いいじゃんいいじゃん、面白そうだよ。一回やってみたっていいじゃない。それじゃあ行くよ、カプチーノくん。はいよ、ジョニー。あ、それ あダメだよ、ジョニー。もっと長くサーブ打ってくんなくちゃ。カプチーノくん、お尻に当たってる棒みたいなの何？え、傘です。やっぱりこれじゃ卓球は無理よ。肝心やで。でやでや、薄くやろう薄くやろう。見てみ、こうやって女は男なしでは生きておられんようになるんです。君たちは会社のエロ上司か。まったくもう、中学生とは思えないわ。インストラクターならなんかちゃんとしたサービスとかあるでしょ。それなら任せてくださいよ。とっておきのがありましてね。え？カプチーノくん、レシーブ頼む。まさか新しい技を。必殺新米ママさん子育て奮闘にキサーブ。なんだそれは、初めて聞く必殺技じゃないか。いくぞ。これは人の優しさにつけ込んだ必殺のサーブなんだ。飲んじゃいけないと失敗したばっかりに。どうです皆さん。あれ、ん？どうしたんだ？誰もいないじゃないの。みんな汗かいたからってもう一回風呂に行ったよ。はあ、せっかくの大ボケを。諦めて俺たちも風呂に行くか。はあ、アホくさ。あ？風呂だよ、風呂。ああ、武田たちもそろそろ出てくる頃だけど。バーカ、男風呂じゃねえって。この垣根の向こうだよ。本当にバッチリなんだろうな。キキ、よし、後でバナナ差し入れてやる。おい、見えるか。なんか湯気でよく見えねえぜ。ところで君たち卓球部なんですって？はい。怖がらなくてもいいわよ、噛みつかないから。あんたってもしかして先生？いえ、生徒です。あら？
なんか臭いわ。混浴だ。だったら花からもういいよ。上原のやつとぼけやがって。ところでジョニー・マイノとカプチーノ伊沢って知ってる？さあ近づかない方がいいわよ、変態だから。年がバレたら殺されんのわし。何が女子大生ん？すいーこら！極楽極楽。ありがとうカプチーノ君。いいんだいいんだジョニー君。これが金縛りってやつか。怖え、こんなの初めてだ。ちょっとちょっとだけやがね。あ、そ、うん、そこよ。あやだやだ、早く朝になんないかな。うるさー！そんなバカな！嘘つくなよな！何言い出すかと思ったら女の幽霊だなんてガキだよな。しょうがねえだろ、見ちまったもんは。でもよ、その女結構美人だったんだろ。足があったってことはエッチできる。やっちゃいやっちゃい。いい加減にしろ、不謹慎だぞお前たち。相手は仏さんじゃないか。でもその矢口っていうのは一体何者だったんだ。 This is a question。 そういや似てる。急に出るな上原さん。すみませんな、とてもよく似てたもんで。どういうことですか上原さん。あれは今から3年前のことですが、不倫らしき男女がこの裏山で睡眠薬を飲んで心中をしましたですよ。その男の人がこの武田君にそっくりなんです。いやー、見れば見るほどよく似てるね。どけー武田！いつまで白げるつもりや。ネタ割れてるやで。お前がやったんだろう、さっさと白状せっか。お前たちが出ると話が余計ややこしくなっちゃうんだよ。まったく。しかしその武田君にそっくりな男の方は、水がないと薬が飲めないと泣きながら山を降りてきてしまったのです。その翌日彼は行方不明になり、女性の遺体は見つからずじまい。当時の青年団が散々探したが結局見つからなかった。こりゃきっと成仏できない女が人恋しくなって現れたのかもしれんですな。じゃあ要するに成仏できないでいる女が武田に来てほしいって言ってるわけだな。要するに武田が選ばれたってわけだな。そうだよ武田。もう大変だよな、まだ若いのに。やっぱり山へ行った方がいいかもしれんな。行って線香の一本でもあげてこんとな。わかったわかった、俺が探しに行きゃいいんだろ。だがお前らみんな一緒だからな。どうかそれだけはご勘弁を。ある日森の中、クマさんに。こら、お前たちも歌えよな。俺たちは稲中合唱団じゃねえぞ。なんで俺たちまで一緒に行かなくちゃなんねえんだよ。呪われた俺の身にもなれよ。まあまあまあ落ち着いて落ち着いて。ところで上原、本当にこっちの方角でいいのか。
確かこの辺で女の幽霊が出たっていうお話なんだけど。出た出た出た、クワガタムシじゃねえか。これは使える、挟ませよう。おい、どこに挟ませんだよ。幽霊、え、どれ、ヒジー、サルヤマばあちゃんとイノブタじいちゃん、キー、ああ上原さん、どうかうちのばあさんには黙っとってくれ。あたし、うちの人に知れたら家を出されちゃうよ。年寄りの不倫か。はあ、見たくねえ見たくねえ、勝手に向こうでやってろっつうの。じゃあ行くか。あ、そうか、よしよし、言わしたる。なんかドドッと疲れるな。ひじー、うらやましい。まだ誰かいるぞ。なんかいるのか。今度ガキの不倫だったりして。ひじダメでちゅう、邪魔しないで。おめえたちが入るとややこしくなるって言ったら。今度は誰だよ。あのバカ、今時死んだふりするやつがあるか。おお、さすがの森の超でっかいカバさんも田辺の強烈な大衆には参ったか。うわあ、すげえ、決まった。お、さすがは田辺だ。すごいぞ田辺。いや、そんな、今夜は後世に熊鍋だぞ。なんとか逃げ切ってきたけど、みんなバラバラになってしまったな。あれ、武田どうした。あ、武田どうしたんだ。体が寒い。武田どうしたんだよ。おい、大丈夫か。呼んでいる。武田どこ行くんだ。呼んでいる、誰かが俺を。見つけたぞ、化け物が。こら、俺に何の恨みがあるって言うんだ。うわ、矢口さん、やっと一緒になれるわね。一体誰があんたに取り付いてるって言うの。答えて、武田。武田、もうこら、武田に取り付いてる幽霊出てけ。こいつは矢口とかいう卑怯な男とは違うのよ。武田ってやつなんだ。私はこいつと幼稚園の時から一緒なんだ。矢口なんかじゃない。出てけ、幽霊出てけ。武田、てめえ部長だろ。部長ならもっとしっかりしろよ。武田、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 武田。
わかったわ。ごめんなさい。これでもう思い残すことはないわ。ありがとう。あれ、岩下、一体ここで何してるんだ。そういや俺もねえ、岩武田武田こうして様々なごたごたにはあったものの、一週間の合宿は無事終了したのだった。お前たちのことがあれこれ出とるよ。それにしてもまあいい思い出にはなったか。おおい、武田と京子どうしちゃったんだ。どうも京子のやつ武田押し倒したらしいぜ。豪華だ。武田のやつ重い。折れられちまったか。でも似合いのカップルだよな。女子大生は最高、中学生は発展途上だからな。よし、俺絶対発明しちゃう。あ、何を。水着が透けて見えるマイナス式透明メガネ。おー、やる、ノーベル賞だ。ありがとう伊沢くん。さあみんなもう行こうよ。我が稲中卓球部が廃部になるかもしれないって時にこんなことしてて。自分だって見とれてたくせに悩みながらもっこいすんな。バカ。おーいみんな。決まったぞ、練習試合だ。ああ、このクソ暑い時に。やってらんないよ。相手チームは女性だ。しかも大人のギャル。大人のギャル。なんと場所代も先方が払ってくださるとさ。よし、一丁相手してやろうぜ。練習試合でもこんな立派な体育館でできるなんて、さすが大人のギャルチームは違うな。エアコンもあるし絶対に勝とうな。勝ち負けにこだわるとは情けないやつ。大人のギャルとくれば大きなバスタに揺れる日。食い込み短パンバッチシだぞ。食い込み短パン。ここはやっぱし卓球のルールにも寝技入れて。ふざけてないで早く行こうぜ。失礼しまーす。あ、あらやだ。あら、いつまで見てる。ちょっと今着替え中よ。待っててちょうだい。更衣室使えよおばさん。タック無常。神様お願いです、僕の記憶を奪ってください。先生。まさか今日の相手のギャルってこれじゃ。あ、そのまあなんだな。何がギャルだ。はあ、お待ちどうさま、どうぞ。どうもスズラン通りビューティーママズです。
どうも稲中卓球部です。前大会優勝チームと聞いて挑戦させてもらったの。平均年齢 52.8 歳だけど卓球歴はみんな長いのよそりゃどうも柴崎。あー、ごめんなさい、許して話して。今すぐあの世へ送ってやる。いや、やめて。前の俺に死ぬ。ざまあ見ろってんだ。おい、帰ろうぜ。ちょっと待った。のあの、こんなこったろうと思ったよ。言わした。これが目に入らんのか、ボンクラども。フリースケベケン。今度の大会で全勝した者には漏れなくこのフリースケベケンをプレゼントだ。有効期限は1ヶ月。その間私がエッチ友達になってやろうって言ってんのよ。よろしくお願いします。豚もだてりゃ木に登る。では1回戦は伊沢くんと土井です。あ、じゃあ土井さんのサーブ権でどうぞ。土井さん頑張ってよ。あら、いけない。ガスの元栓閉めたかしら。大変大変。あの、大変って、あの、ちょっと土井さん。伊沢くんの不戦勝です。わーいわーい、不戦勝だってガチャガチャ。さすがおばさんチーム。あー、北さん。2回戦は武田くんと鬼塚さんです。おや、あんた武田さんとこの息子かい。え、あ、はい。あら、ほんとお父さんそっくりだよ。いい男。思い出すよ、この感触。実はさ、あんたのお父ちゃんとおばちゃん付き合ってたんだよ。結婚するつもりだったけど、あんたの母ちゃんに寝取られちゃってさ。やめろ。あんたの父ちゃん、あっちの腕が良くてね、今でも体が覚えてるよ。いやー、聞きたくない。どうしたんだ、武田。ババアの心理作戦にやられてる。はい、では試合開始です。もしこの豚と親父が結婚していたら。ノー。さあ、たっぷりお飲み。遠慮しなくていいんだよ。ほら。ゲームセット。はい、鬼塚さんの勝ち。うし。ああ、武田、ちょっとうちに電話してくる。武田、痛く傷ついてんな。次はダブルスです。あら、やだ、ちょっと待ってね。なんだかやだね、田中くん。おーい、よろしくお願いします。うわ、全力で廊下に逆らってるな、この人。くさい。この匂いは君だったのね。臭いって僕？そうよ、何食ってんのよ。もう最低。もっと気使って生きてよね。もう僕が臭い。僕はいたってノーマルな中学生。むしろ成績優秀で、ルックスだって全国でトップクラス。そうさ、親友の田中くんに聞けばわかることさ。田中くん、僕って悪？極悪。何してんの？早くしてちょうだい。バッチ。なんだぞ！田辺が切れたぞ！およしよ、
ババア殴って何になるんだい？あ、ごめんなさい。僕、つい。怖いよ。ななちびっちゃったみたい。ただものじゃねえな、あのババア。それじゃあ次行きましょうね。よし、ババア、俺と勝負だ。私はこう見えても卓球歴60年だ。手加減したら痛い目に遭うよ。言われなくても分かってる。かましてやるぜ。私は若い頃からアメリカさんのお宝はたくさん見てるんだ。タケノコ坊やはお呼びじゃないよ。自分の父でラケットを磨くとは。この人は本物だ。座禅僧。なんだそりゃ。電話。もしもし、カメよ、カメさんよ。バンザーイ。持ちネタかよ。あたしの勝ちだね。どうもありがとうございました。くそ、あんなババアのギャグで爆笑しちまうとは。俺のプライドは痛く傷ついた。モアロ、おい、畜生。こうなったら金縛りにあった徳川家康しかねえ。ババア、もう一度勝負だ。お助け、片っぽ流れちまったよ。早く引き抜いとくれ。お参った。お前ら何やってんだ。大会も近いっていうのに。1回戦では騎士中と当たるんだぞ。それはどうかしましたかね。ぼんやりしてる暇はないんだ。さあ練習練習。ま、やるだけ無駄さね。恥と汗かくだけ。優勝候補の騎士中とは馬とすっぽんですな。さあさあ、だらしないぞお前ら。やってみなきゃわからないだろうが。何とでも言ってください。言うだけ無駄さ。京子ちゃん、明日このスケベ県の魅力もなくなったようだし。そんなことないよ。今でも三千と輝いてるよ。でもダメなものはダメさ。有効期限1ヶ月を1年間に延ばしてもか。1年間、ただし全勝することが条件だ。今日はその引き換え券を用意してきた。引き換え券？そら、くれてやれ。諦めかけた夢は。このスケベ剣さえ見せれば、授業中だろうが道端だろうがどこでも OK だ。いいな。初心者の俺でもペーパードライバーなんす。そりゃワオ、和服ないっすね。看護婦スタイルで。よかれスタイ。スケベ剣、スケベ剣。おい、お前本気か。奴らに冗談でしたわ。通用しないぞ。お前が優勝しりゃいいだろ。あ、竹田。
俺たちの番だ。早く台につけよう。今日はビシッといこう。ビシッと。みんな練習やったのか。お、していろ。奇跡だ。サボることしか考えていない稲中卓球部は、やっとこの柴崎の愛と熱意と指導力が実を結んだ。妻よ子よ、父さんはやったぞ。邪魔だ。よし、打ち込みはそれまでにして次は試合形式でやってみよう。はーい、はいはい、俺京香ちゃんとやりたい。え、岩下と、俺も俺も京子ちゃん。私は素人だよ。まあいいじゃない、マネージャーなんだし。よし、じゃんけんポン、勝ち。ではお初をいただきます。前野くんのサーブ権で試合開始。京子、俺の強さを見せてやるぞ。それい。あれ、京子ちゃんやる。よし、今度は本気だぞ。俺の必殺サーブだ。あー、ミューシーサーブ。どうして素人の私にやられるんだよ。お前今まで一体何やってたんだ。みんなの足を引っ張ってたんだろう。何もそこまで言わなくても。邪魔だ、どいてて。京子ちゃん、今度は僕とね。クソ、田辺のやつ。伊沢、俺の新サーブ受けてくんない。失せろ、お前のようなカスに用はない。くそー、みんな嫌いだ。くそー、みんな嫌いだ。くそー、みんな嫌いだ。前野、田中、止めてくれるのか、こんな俺を。あ、うわー、おーい、前野、どこ行くんだ。戻れよ、前野。やった、背中取った、背中取った。みんなどうしちゃったんだ一体。よし、今日はこのぐらいにして敵の偵察にでも行くか。盛りのついた犬みたいにハーハーするだけが練習じゃないからな。捨てめてほしい。お預け。さあ、みんなついておいで。おい、待てよ、お前たち本当に行くつもりなのかよ。もう待ってよ。もしもし、稲中卓球部の前野ですが。はい、ちょっとお願いがありまして。はい、はい、それでは。ふう、ん、あ、わ、あれ、どうした。部長、ほら、なんなんだその車。どうするぞ、ほら、グロス返すんだ、グロス。なあ、やっぱまずいよ、見つかったらことだぞ。何ビビってんだよ。こら、誰が休めと言った。まだ終わってねえだろうが。立て、渋谷。そんなようじゃまた負けるぞ、稲中の武田に。悔しくないのか。えもういい、向こう行ってろ、この負け犬が。次、北島。はい、これやっぱガテンは。伊沢、例のものは持ってきたか。へい、バッチシでやんす。よし、行くぞ。ガテンで。あ、どこ行くんだよお前たち。よし。すいません。
着替えろ。1分後に練習開始じゃ。はい。疲れた。大丈夫か渋谷。ああ、何このくらい。渋谷先輩、今度の大会頑張ってください。私たち応援してますから。これ私たちの愛がいっぱい入ったドーナツ、みんなで食べてね。どうも。お前伊沢だろ。誰それ。小学校一緒だったじゃないか。知らないわよあんた。なんか私はただの踊り好きな14歳の OL よ。チャランチャランチャ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 ランチャランチャンチャン。このスポーツ狩りったら私のこと気に入ったみたい。でもごめんなさい、私渋谷くんのファンなの。ああ行っちゃった、ドーナツちゃんと食べてね。とにかく頑張ってください。ああバイビー。伊沢これどうする？アリがもだえてるぞ。あいつら何か入れやがったな。てめえ思いっきり嫌われてんじゃねえかよ。14歳の OL だと？バカだ。すいません、記憶力の悪いやつなのに。でもうまくいったんじゃないですか。おいお前ら。あ、一体どこ行ってたんだよ。夕日に聞きな。おいみんな、前の来てるか。ダメだ、今日も来てないよ。あれから2週間経つのに家にも帰ってないらしい。もしかしたら僕が突き飛ばしたからなんて。ああ多分な。明日は大会だって言うのに。自殺してたらどうしよう。前のどうしてたんだよお前。心配してたんだぞ。いやよかった、やっぱお前がいないと盛り上がんなくてさ。お前痩せたみたいだけど、ちゃんと練習してたのか？武田君、卓球とは何かね？卓球とは、楽しく奥の深いスポーツだろ？楽しいスポーツか。一体どうしちまったんだよ！いいか、卓球とは思考の愛にして、全宇宙の自在の意志。何のことだ？漢字は苦手だ。すなわち戦争じゃ。